ハロー YouTube。 さあ今回取り上げていきたい電気商社ニュースとなりますが、日本国内におけるですね、最直近9月度におけるですね、電気商社の普及動向が速報されました。前年比でですね、 EV 販売台数、 EV 支社率ともにマイナス成長というですね、極めて厳しい動向が確認されています。このですね、 EV シフト停滞模様についてを解説していきたいと思います。まずですね、今回取り上げていきたい存在というのが、日本国内におけるですね、 EV 販売最新動向となります。まずこのグラフは2018年以降のバッテリー V とプラグインハイブリッド車の合計販売台数を月間ベースで示したものです。この通り最直近である2024年9月の販売台数はズバリ9587台と、前月である8月よりもプラス成長を実現しています。その一方で前年同月については 1.3 万台強という販売台数を実現していたことからですね、前年同月比でマイナス 29.8% と、大幅な EV 減速の兆候が見て取れるわけです。特に2023年12月以降、なんと10ヶ月連続で前年同月比でマイナス成長という、その EV シフト減速の流れが一過性のものではなくなっている様子も見て取れると思います。そしてその EV シフトの変遷をさらに分かりやすくするために、新車販売全体に占めるバッテリー V と PHEV の販売台数の合計の比率を示したグラフを見てみると、この通り直近の9月はズバリ 2.62% と、前年同月に記録した 3.76% と比較しても明確に支持率が低下している状況です。さらにその上、2年前である2022年9月についてその EV 支持率は 4.06% だったことから、実は2年前の EV 支持率よりも悪化してしまっているという、明らかな EV シフト後退模様が明らかとなってきているわけです。いずれにしても現在の日本市場については、一部地域で見られているような EV シフト減速というレベルをですね、さらに通り越してしまって EV シフト後退という状況であるということになると思います。次に、その中でも特にバッテリー EV の販売動向を詳細に確認していきたいと思います。まずはじめに、このグラフは普通車セグメントと軽自動車セグメント、それぞれのバッテリー EV の販売台数の変遷を示したものとなります。この通り、直近の9月は、つまり、6421台と、前年同月と比較して実に 19.7% ものマイナス成長となりました。さらに2年前である2022年9月と比較しても実に 25.2% ものマイナス成長でありですね、バッテリー EV についても同様の兆候が見て取れるわけです。さらにこのグラフは、その普通車セグメントを日本メーカーと輸入車メーカーそれぞれで分けて示したものとなります。この通り、白で示されている輸入 EV については前年同月比で 13.4% のマイナス成長にとどまったものの、ところが問題はピンクで示されている日本メーカーの普通車セグメントのバッテリー EV 販売台数となります。その販売台数はズバリ972台と、前年同月比でマイナス 41.3% という落ち込み具合を記録しています。このことからも、現在の日本国内の EV シフト後退の最も大きな要因というのは、日本メーカーの特にリーフやアリア、BZ4X のような普通車セグメントの需要が大きく低下しているからであると結論付けることができそうです。またバッテリー EV の販売動向について、累計販売台数を年別に比較すると、2024年9ヶ月間において 4.5 万台ものバッテリー EV を販売したものの、2023年の9ヶ月間では7万台近くを販売していたことから、2024年末にかけてどれだけ前年対比で盛り返すことができるのかにも注目していきたいとは思います。ちなみに、現在の日本のバッテリー EV の販売支持率が世界の主要国と比較してどれほどの立ち位置であるのかを確認してみると、この通り日本は最直近の9月において 1.75% という販売支持率となります。まだ9月の各国の最新販売データが更新されていないものの、7月の世界全体の支持率は 12% に到達と、さらに8月の世界最大の自動車大国中国市場については歴史上最高水準の30.6%、つまり中国国内で売れている新車のうち、すでに10台に3台以上がバッテリー V という状況です。未だにバッテリー V が60台に1台程度という日本とは、まるで違う世界線にいる様子も見て取れるとは思います。はい、それではこの日本国内においてどのような電気商社が人気であるのか、特に懸念視されている日本メーカーの EV がどのような販売動向であるのかを確認していきたいと思います。まずはじめに、2024年累計での主要自動車メーカー別のバッテリー V の販売台数の変遷を見てみると、やはり日産の販売台数が圧倒的な存在感を見せています。その日産につけるのが KEV2 車種をラインナップする三菱およびテスラが2位の座を争っている状況です。
そしてなんと中国 BYD がトヨタ超えを達成している状況でもあります。中でも今回注目していきたいのがまずテスラの存在です。まず月間販売台数の変遷を見てみると9月はおよそ528台を達成しています。そして四半期ごとの販売台数について2024年 Q3 は実に1307台を達成しています。2023年 Q3 が1229台だったことから前年同期比でプラス成長を実現することに成功しています。モデル3ハイランドの初期需要は2024年前半までに落ち着いてしまっているという点、およびモデル Y ジュニパーの存在が噂されていることによる買い控えを考慮に入れると、個人的にはかなり検討していると言えます。埼玉新都心や横浜みなとみらいのショールームの本格稼働によって、新たな需要を開拓できている可能性が高いと思います。ちなみにテスラ独自の急速充電ネットワークスーパーチャージャーについては9月末現時点において累計122箇所604基を建設と、実際に稼働中なのは120箇所です。その一方で9月中の新規スーパーチャージャーの設置数はゼロと、なんと2ヶ月間連続で設置なしとなりました。よってグローバル全体におけるスーパーチャージャーの設置スピード減速の影響が日本国内においても反映され始めている可能性が出てきているわけです。次に注目していきたいのがトヨタの EV 販売動向となります。トヨタは現在 BZ4X、レクサス UX300E、RZ という3種類のバッテリー部位を発売しています。9月にズバリ118台と、前年同月に288台売りさばいていたことを踏まえると前年同月比で 59% 減というマイナス成長でありですね、需要が急速に減少している様子を確認可能です。また日産アリアの販売動向について9月の販売内訳は現状不明ながら直近の8月はズバリ245台と、アリアの月間販売台数の変遷を示す薄緑のラインを追ってみてもですね、2023年後半から販売台数が落ち着いてしまっている様子を確認可能です。アリアについてはすでに3月から発売が再開しているものの、これまでのような月間1000台程度という販売規模にはほど遠い状況です。やはりこれは販売再開後 EV 性能をはじめとしてオプション装備内容をほぼ変更していないにもかかわらずシンプルに120万円ものとんでも値上げを行ったことによって需要が低迷している可能性が高いです。いずれにしても日本国内のアリアの需要が2024年末にかけてどれほど回復していくのかと、120万円もの値上げに対してユーザーがどこまでアリアに価値を見出すことができるのか、販売台数の行方には注目できると思います。次に注目すべきは中国 BYD の存在です。 BYD は9月度でつまり257台を販売することに成功しました。こうなってくると例えば9月のシトロエンの販売台数は248台、ルノーが352台と、いよいよ BYD はこれらの中堅輸入車メーカーと同等の販売規模とですね、肩を並べ始めていると言えるわけです。すでにトヨタの EV 販売台数を超え始めていることからも、果たして2024年末にかけて SEL の追加とテレビ CM の浸透によってどれほど販売台数を増やせるのかと、さらに2025年以降に投入が期待される SE ライオン O7 をはじめとする新型 EV の動向にも注目が集まると思います。そして最後に気になる動向が韓国ヒョンデの存在です。8月単体でズバリ58台と、確かに前年同月の販売台数が36台だったという点と、および1月から9月までの累計台数も前年同期比で 62.5% のプラス成長を実現しているもののですね、販売台数のボリュームが寂しいと思います。販売規模ではジャガーやランボルギーニなどの高級ブランドと同等であることからも、果たしてヒョンデがどれほどの販売規模を目標としているのか非常に気になるところです。ちなみにこの9月中の販売台数にはアイオニック 5N の 2,30 台程度の初期納車台数が多く含まれていることを考慮に入れるとですね、既存車種であるアイオニック5とコナの販売で苦戦している様子も見て取れると思います。何よりもヒョンデは2025年早々にもコンパクト EV のインスターを日本に導入する見込みであるものの、このインスターは BYD ドルフィン、日産サクラのガチンコの競合ということになりですね、既に解説した通り軽ではないことで税制優遇を受けられず、その上ドルフィンよりもコスパで劣りながら BYD のようにディーラーもないなんてことになると、日本にマッチするコンパクトカーながら大きくこける可能性も出てきているわけです。今後 BYD はシーガルであったりさらにコンパクトな EV を投入してくる可能性もあることから、ヒョンデとしてはこのインスタでどれほどのコスパを実現することができるのかがですね、2025年の踏ん張りどころであると言えそうです。いずれにしてもこの日本国内の EV シフト動向については前年同月と比較してもマイナス成長であり、 EV シフト後退という状況が見て取れます。中でも問題であるのが日本メーカーの特にアリアや BZ4X などのような普通車セグメントの販売動向が芳しくないという点でしょう。残念ながら2024年シーズンではこの
も普通車セグメントにおいて日本メーカーは新型 EV を投入する予定がないことから、日本の EV シフトが今後も後退していく可能性が高いです。それでも軽自動車セグメント及び輸入メーカーの EV の存在によって、その EV シフトの後退をですね、どこまで食い止めることができるのかと。その中でも特にテスラと BYD という輸入 EV メーカーの販売台数増加という観点、現在はプレミアムセグメントにおいて、テスラ、モデル Y、モデル3、ボルボ EX30、アウディ Q4E トロン、及びミニ、クーパー EV というですね、5強体制であるものの、大衆セグメントの BYD、特にスイールの販売台数増加にも期待可能でしょう。そして、ホンダの N 版 E という最新の KEV 投入という観点はですね、2024年末以降の再注目動向となりそうです。はい、何にせよですね、特に販売台数、大規模にこれ見込まれている N 版 E のですね、最新動向、これ10月10日、もう間もなくですね、これ正式発売されることになりますので、この10月以降の販売台数からですね、これ加算されていくことになります。よってですね、2024年末以降については、EV シフトがですね、ここでクッとですね、これ盛り返す可能性も出てきています。このですね、最新動向、並びにですね、2025年以降に投入される新型 EV のですね、最新動向も分かり次第ですね、このチャンネルでは定期的に情報アップデートしていきたいと思います。そんな感じで、よろしくお願いします。